熱海港は、静岡県熱海市和田浜南町にある、地方港湾。初島、伊豆大島航路の定期船の発着場があるほか、沖合の埋め立て地に大規模な海釣り施設が整備されており、釣り文化促進モデル港に指定されている。地図北西部、浸水公園の第四港区から直結した場所にある公園。国道135号を挟んで、 北西向きにマリンスパータミがあり、海側からの一方通行となっている道路の進行方向の都合上、サンレモ公園側に路線バスのマリンスパータミバス停がある。1976年11月10日に、熱海市がイタリアサンレモ市と国際姉妹都市提携を結んだことを記念して、1982年12月10日に開園した。当時の市長、内田茂による、 由来説明文が園内に設置されている。一角に彫刻付きの噴水を配置して、イタリア風を演出しているものの、それ以外は電話ボックス、公衆トイレ、ブランコ滑り台などの遊具が配置された一般的な公園と似た仕様になっている。また一角には、坪内商用作詞の熱海鹿の石踏みも建てられている。南東隣に熱海港定期船乗り場がある。 地図初島航路の定期船、イルドバカンス三世以降伊豆大島航路の定期船、セブンアイランドアイ富士急マリンリゾートによる初島航路の定期船と、東海汽船による伊豆大島の定期船の受付窓口、待合室がある建物があり、その前の岸壁が発着場となる。初島航路の定期船としては、の2席が、伊豆大島航路の定期船としては、の4席がある。 道路側にはタクシー乗り場と路線バスの熱海港バス停があり、南東脇には市営の臨港駐車場がある。臨港駐車場の南東隣、港湾の最も奥まった一角は漁船が集まった漁港エリアとなっており、道路沿いには漁師の食堂や釣り具店、スキューバダイビング店などが集まっている。道路側には路線バスの熱海港楽園バス停があり、 道路を挟んだ南向かいには、熱海ロープウェイの乗り場がある。南東向きには、熱海高楽園ホテルがある。地図熱海高楽園ホテルの北方に広がる、埋め立て地は、大部分が熱海市の浄水管理センターとなっているが、北西に大型船が接岸できる、7半岸壁があり、その先の北北東に、長さ260メートル、幅14メートルにわたって伸びている堤防の、 西側、内海側に、熱海港海釣り施設が設けられている。NPO 法人 C ウェブが管理。公天、高波、強風、花火大会開催日以外は、年中無休。営業時間は、朝6時、7時日没まで。利用料は大人500円、小中学生300円。ライフジャケット対応。貸し竿は、餌代込みで1本2200円。 南西にある専用駐車場は、先払いで普通車1日500円、バス1日1000円。堤防直下で7から8メートル、少し遠くで15から17メートルの水深があるため、時期が合えば堤防釣りの割に本格的な魚を狙うことができる。北西は、浸水公園の第四航空エリアと地続きでつながっており、道路を挟んでは、マリンスパータミと向かい合っている。南東には、 熱海ロープウェイト熱海後楽園ホテルが所在している。西方南西にかけての崖沿いは、などが立ち並んでいる。熱海市街地の国道135号は、沿岸のなぎさ町の周囲を時計回りに取り囲むように、一方通行になっているため、車で熱海港へアクセスするには、海側から回り込む必要がある。熱海駅からの路線バスのバス停としては、東海バス、 伊豆箱根バスのの三つがある。ありがとうございます。